はい、こんにちは、ヨリです。今日も無料10連やっていきたいと思います。無料10連がね、テレビアニメが放送され続ける限り無限に続いていくというね、この神みたいなバグレベルのキャンペーンなんですけど、私の引きの方もバグみたいな引きをしていまして、50連引いて0なんですよね、 SSR が。なんということだ。というわけで、じゃあ60連目いきましょう。さあ行くぞ。そろそろ当たるでしょ、さすがに。今日からね、後半戦ということも、いや、まだわからん。5-0でね、動画出してるんですよ、こっちは。6からはね、さすがに引けないとおかしいです。いきましょう。さあ、どんどんさあ、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 せい。もう、またですか。またですか。もう、しかも銀のやつ1級じゃなかった？ほい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 。へいへいへい。これじゃあ私、毎週さ、ダンベルを貯めるだけの作業になってるんですよ。ダンベルを毎週50とか500とかずつ貯めているだけの1週間になってしまいます。マジか。朱印、白石。白石かっこいいけどさ、サービスクリスタルももらいましたと。いやいやいや、ほら、この毎週ただただダンベルが溜まっていく、それだけの作業です。いやー、6-0になっちゃいました。なんということだ。次はさすがに引けんじゃない。というわけで、今日はあざした。ただいま火曜の23時51分です。ギリギリすぎる。いやー、それにしてもね、あれなんだよね、先週分逃しちゃった。何やってんすかね。石2500個損したような気分になったまま、このメンタリティのままガチャ引いていきたいと思います。とりあえず今週分はね、引くことに意義があるみたいなね、めちゃくちゃ低いハードルをね、なんとか今週分は乗り越えることができました。じゃあ行きましょう。はい、よいしょい。いやー、前回のガチャ動画でえぐい引きしちゃったから、今回はやっぱりそうだよね。いやー、ダメか。こっちの方ではとことん当たりが出ねえな。どんどん行くよ。お願いします。はい。いやー、結局ダメかい。ここでも、はーい。あー、マジか。あ、本当に、こっちだと全然出ないな。うい、WC、トリプル U、違った。本当に出ないな。こないだのガチャの引きがエグかったから、まだ耐えてるけど、ここ単体で見たらエグいことになってるけどね、手塚ね。本当にもうね。俺も手塚みたいな顔になりそうだよ、この何も釣れへんわみたいな。てかもうなってます。じゃあまた来週。はい、ここまで8週間のうち7週引いて1回分忘れて SSR0 枚です。気が狂いそう。いやー、もう9回目のあれですね、まあ実質8回目なんですけど、じゃあこれいきましょう。10回無料。いやー、マジでダンベルしか増えねえ、マジで。お願いします。もうサクサク行った方がいいんだろうね、こういうのはね。その方がなんか無欲っぽい感じがして、そう、この欲張ってない感じが逆に、よし、じゃあさすれば与えようみたいな、このね、そなたにこれを信ぜようみたいな感じで、テニラビシン様も SSR をね、授けてくれると思うんですけど、今んとこその感じ出てないっすね。いやー、ダメだね。いや、でもここでね、どんどん行くよ。神様が、テニラビシンの方が、はい、こんにちは、氷堤学園2年日吉若氏です。今日は伊織に無料10連を引いておくようにと頼まれた。なんだそれは。これのことか。どうやら今まで全然 SSR が出ていないらしいな。これは俺の絶好の下克上チャンスだな。じゃあ行くぞ。 OK を押して、さあ SSR よ、いでよ。これは確定演出か。どんどん行くよ。これは当たったね。うん、これは間違いない。これは当たったね。誰が出るか楽しみだね。アトベさんとか俺とかが出てくるのかもしれないな。
結構いろんなキャラが実装されている。これはチビスケの友達、ちょっと豪華だったな。ただ SSR じゃないってことはそれまでなんだろう。大石さんじゃないですか。こんにちは、氷堤学園2年の日吉若志です。何？ SSR はどこだ？いないじゃないか。はい、今日もね10連引いていくんですけど、もう何周目かもう覚えてないっす。ただ1個言えるのは1枚も引き当てていないということ。いやー、もう何周目での10ぐらいやってるよね。10はやってるよね。さあ、じゃあ行きますか。今日もね期限ギリギリ2分前に引いていこうと思います。じゃあ行くぞ。よいしょ。もうこれがいけないのかな。先に引いた方が SSR 早く出る説提唱していきたいね、そろそろね。うん、これガチャの攻略法かもしれない。早く引く。ほらほら、もうほら、こういうことなるじゃん。あのね、やっぱね期限ギリギリに引くともう SSR の当たりが残ってないみたいです。皆さんはもうテニラビー本放送を見たらすぐ引きましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、どんどん行くよ。ほらね、どんどん来るでしょ。ほらで、ほらもう、いつきまれひこもびっくりよ、マジでマジか。これ11出すノーヒットとかじゃない？まずいです。あ、そうなんだ。え、本当に？うわ、マジか。110連自得の極み。あ、2王じゃん。2王は枚数的にはまだギリ耐えたかな、かな。うい、ギリでした。うい、次引いたらねダンベルに変わってしまうということで、次から出てきてほしくないですね。はい、いやー、11の0かもしれねーみんなはすぐに引きましょう。あ、今0時0分になったんで、この隙に引こう。よし。あ、そうか、一回ログインし直さなきゃいけないんだよね。いや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 、あのテニラリー本放送さ、0時になった瞬間に始まるわけじゃないから、この瞬間に、ああそうだ、4時にならないといけないんです。あはは、え、いや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 、ガチャは引けるだろう、ガチャは引けるだろう。おー、何これ。あー、そうか、これは違う違う違う、こっちじゃないこっちじゃない。これでガチャが復活しているいるー。というわけで最初の CM やっているうちに引きまーす。せい、よいしょ。これね、さっきの理屈的には SSR 引けて当たり前なんでねって言って、え、うんうん、いやでもここからなんでね。はい、どんどん行くよ。さあ、ここよ。せい、うん、おかしいよ、話が違う話が違うじゃねえの。おお、いきなり SR、 大曲龍二さんね。いやいやいや、そういう問題じゃないんだよ。じゃあもうさ、こんなん早く切り上げて、ちょっともう1分とかになっちゃってさ、早くテレビつけなきゃいけないねってなるじゃん。ブンタブンタじゃん。いや、マジか。じゃあこの実況を早めに切り上げて、ブンタが3枚ぐらい出てきてるけど、早めに切り上げて本放送に備えたいと思いまーすね、小春ちゃんね。ういじゃあ、あざした。